今日は世界で一番美味しいレタスを作っているプランテックスさんの船橋工場に来ております。こちらの工場では気温、水温、肥料などを細かく機械で管理をしておりまして、それが高品質なレタスを栽培することにつながっております。また、水の使用量も細かく管理されておりまして、レタスを一株生産するあたり、約10リットルの水を削減することができています。詳しくは、こちらのグリーングロワーズのホームページをご覧ください。皆さん、見に来てくださいね。